ここら辺からするってどうですか？車止めて。つってみたら、向こうあっちで降りる。なんそれ。だって、まあ自分、そうやって絶対釣ってきとうけんね。13連チャンやけんね。鳥と一緒に釣ったら。投げやりになってどう、はい、ここですか？やっぱりここ。でもあの銀灯行ったことないでしょ。あのオレンジのところ6泊くらいですよね。僕はアラを釣ったっていうやつですね。でも自分もう一つ向こうの漁港やろそれ。違う、あそこ 目の前に見えとるとこです。毎回同じ話してるのに。あそこ、はあ、毎回最初のあれが1番2番3番4番です。こっちから言ったら、うん、まあ、またこの止め方します。横止めこっちはいいでしょ。横なんかこちら取り上がってって思われる止め方。そうそう、今日なんかすごい船が入ってますね。入ってますね。これすごいわ。今日おるばい、あそこにほら、ウが魚取ったもん。ほら取りました。取らんやった。ウニと先取りされた。あれ、ウカイのウ。ウカイなんだよな。今日も頑張りましょう。はい、今日はどの浮きにしようかな。手売りしようってね。前回に引き続きこれにしよう。よく光る。これでいきたいと思います。明るい。これは明るいぞ。これは釣れるね。間違いない。イカが来そう。それでは装着が完了しました。仕掛けは下り玉、そしてオリジナルの浮き、ペットボトル浮きに下り玉、ゴム管がついて、猿管がついて、ガン玉 4B がついて、その下が一本針ですね。僕は一本針でしかしないんで、ここに餌をつけて釣りたいと思います。こちらです。釣れた。釣れました。タイですね。ちょっと浮きが外れたいですよね。はい。ああ、ちっちゃい。これ映ってる？ちっちゃい。あ、死んでるんですかこれ。もう振り上げますよ。はい。また死ぬやん。もうこれ死ぬしかおらんじゃないかいな。メイタですね。30、40ないですね。40、30ちょいぐらいですねこれ。あ、浮きが。ちょっとあの浮き映してもらっていいですか。外れたいんですよ。ものすごい光る浮きが。
寒い時の対策その1。今日冷え込みますね。いや、これ水です。ペットボトルでもいいんですけどですね、こっちの方が殺菌されてるでしょ。洗ってますよ、ちゃんと。安心してください、洗ってます。鍋用のやつです。それ結構利用できます。
周りに炭を入れていって入れますね。熱くなるとですね、結構もう一人の人ちょっと熱すぎるかな、これ。いや、よいしょ、鍋でダウンと、これね、これよし、火付け役がこれです。本当の火付け役やね、これ。あれ、なんて感じやろこれ。おかしいな、この時はライターで。あれ、なんでかいな。おお、来た。あれ、なんかやろこれ。あ、これ火を、着火剤に火をつけて、はい、これ差し上げます。いや、なんそれ、土鍋の段です。これ暖かいです、これ。炭まだありますから。これが足元にあるだけで全然違うんです。これちなみにこうしとくやん、うん、後で銀触ったら火傷する。あ、火傷すると思います。本当だけど、もう所定の方があったらこうタオルかなんかでやった方がいいですね、うん、で下に網引いておけんですね、下が抜けることないんですよ、うん、これも100均です、全部。頑張ってください。頑張ってください。
ですね、これ。お、わかめは入ってで、料理